本日発表されたアップデート情報を一緒に確認していきましょう。まず一つ目に闇の呪文工場が設置することができます。そして闇の呪文工場ではですね、ポイズンという呪文が生産することができます。そして一つ一つの呪文に収容スペースがですね設けられまして、呪文の予約ができるようになります。以前、従来のですねライトニングからフリーズまでの呪文は収容量2、そして、今回発表されたポイズンは収容量1で、収容することができます。それでは、ポイズンの呪文を実際に使用している動画を見ていきましょう。こちらがですね、闇の呪文工場となります。こちらをですねタップしていただくと、このように、収容量な1のですね、ポイズンが7個表示されているので、スペルストレージキャパシティが7になっております。こちらがですね、出撃する前の画面でございますけれども、今ポイズンが7個、そして、ライトニングが1つありましたので収容量が9の状態でした。さあここで1つライトニングの呪文を作ることによってスペルが11分の11になっております。さあ実際にアタックしていきましょう。まあ私はアタックしないんですけども、まあ見ていきましょう。まずここのですね1つのポイズンの呪文をアーチャークイーンに打ちます。はい、ポイズンはですね範囲内に入った敵のユニットやアーチャークイーンにダメージを与えます。見てもらえば分かる通り、ラボにはですねダメージが入っていません。なので敵の、施設にはですねダメージが入らないということになっております。なのでこのポイズンの呪文を使うということは、まあ、相手のね、まあ、援軍であったりを、まあ、ダメージを与えるのかなと思います。そして一つ注目すべきがですね、ダメージを与えるだけではなく範囲内に入ったユニットの速度を遅くします。ユニットやヒーローを遅くします。ということでですね、今回はポイズンの呪文、そして、呪文の予約生産が可能になると、そして呪文のそのストレージ性といいますか、収容量の収容の数の精度になるということでした。ということでご視聴ありがとうございました。